たこ焼きに必要不可欠なタコ。全国的にその価格が今高騰しています。一体なぜなんでしょうか。買わない。買わない。びっくりします。とても買えませんね。もうちょっと安くなってくれるとはありがたいかなと思います。静岡市内のスーパー、今ある異変が起きていました。お肉のゾーンにやってきましたが、こちらは、あ、こちらにね、はい、国産牛の細切れがあるんですが、はい、まあ、こちらの商品は 100g320円ということで、まあ、蒸しタコよりも安いんですよ。国産の牛肉よりも今タコの方が高いんですか。まあ、そうですね。こちらのスーパーでは 100g320円の国産牛に対し、モロッコ産のタコは 100g378円、50円以上差があります。これには買い物客も、タコ大好きだけど高いもんで今買えない。買いたいけどやっぱ贅沢。最近本当に高すぎて手が出ないんで買わないです。昔は考えられないけど今はもうしょうがないのかな。なぜ今タコの価格が上がっているのでしょうか。日本に輸入されるタコは6割が西アフリカのモロッコとモーリタニア産です。ところがここのところカルパッチョやパエリアなどにタコを使うヨーロッパ勢に買い負けし、日本に入ってくるタコの数が激減。それに伴い価格が急上昇したといいます。JR 焼津駅前に店を構えるたこ焼き&スマイル。自慢のたこ焼きは一粒が大きくてボリューム満点。大きめにカットされたたこが入ります。ただ店ではたこの価格高騰で大きな変化が。15年前、6個、数は今も同じな。270円かな。270円、馬が600円。タコはね、去年ぐらいからすごい値上がってて、1割ずつどん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 上がってるみたいな感じ。気付いたらめっちゃ高いやん。たこ焼きに欠かせないタコの高騰。たこ焼き&スマイルの矢野さん夫婦からも笑顔が消えかけています。仕入れはどんどん上がってくるけど、やっぱ売り値に転嫁できないっていう。値上げしたらやっぱお客さんも嫌やん。はい。だからうちらがじゃあちょっと利幅を狭くして販売してるみたいな。日本の味であるたこ焼きにとって緊急事態ともいえる今、焼津市のたこ焼き&スマイルはこの先について、今後もタコの値上がりっていうのは続いていってしまうんでしょうか。続くでしょう。続くやろうね。それはまだあれちゃいますか。数年後にはまた倍ぐらいの値段になってたりするんちゃいますか。たこ焼きってやっぱ子供からおじいちゃんおばあちゃんまで、たこ焼き食べたいなって言っておやつに食べたいっていう、ような食べ物やから、たこが倍になったから言ってたこ焼きがな、じゃあほんなら一船2000円とか考えられへんよな。考えられへんな。そんなんなったら誰も食べられへんなるから、やっぱ手軽に食べれるように工夫はしていくと思う。私たちの食生活に影響を与えている物価高騰。静岡市内のスーパーによりますと、7月以降もタコの価格は上がる可能性があるということです。